さて、パンダ先生、はい、高海高気圧について勉強し始めましたが、はい、我々はまだ入り口付近にしか立っていませんね、うん、扉を開けて、はい、中を覗いてみたら結構面白そうだぞということに気づいたぐらいでしょうかね。そうですね。で、今こちらの後ろに出ていますが、教科書にオホーツク海高気圧、太平洋高気圧とまではあるけれども、もう一つ高海高気圧っていう教科書にない名前をつけて、うん、そしてスポットライトを当ててくれた、うん、そんなお母さん的なお父さん研究者を今日お呼びしています。特別ゲストということでよろしいですか。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お呼びしたいと思います。モテサクさんです。ダン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 。はい、こんにちは、モテサクです。こんにちは、はい、今日はなんか呼んでいただいてありがとうございます。あ、いや、こちらこそ来ていただきまして、はい、ありがとうございます。半藤先生についにお会いできて、初めまして、本当によろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。感激ですよ、これ本物のパンダですね。そうなんですよ、中にいるって思われてるんですけれどもね。本物ですよ、これ。そうなんですよ、見るからに。はい、いや、嬉しいですね、この呼んでいただいてありがとうございます。はい、はい、私たちね、まあ、勉強をし始めただけなんですけれども、はい、うん、し始めただけなのにね、パンダ先生、はい、面白いことがいっぱいあり、そしてまだまだいろいろ疑問がたくさんある、はい、ということなんですよね。ほんと少し、うん、こう分かり始めただけなのに、うん、なんか水道事件に大変大きな影響を及ぼしてるんじゃないかなってことが、はいはい、すぐに分かってきて、はいはいはい、もう今もうずるずる引きずり込まれてるところなんですね。かなり罪なやつですね、結構釘付け、ね、はいはい、あ、それは嬉しいですね、はい、もう少しハマりたい、うん、そのためにもうちょっと分かりたい、なるほど、そういうことにちょっとご協力いただきたいなと思って、なるほど、はい、今日はいろいろご質問を投げかけてしまうと思います。 ありがとうございます、よろしくお願いします。どうぞ教えてください、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、そもそもですね、はい、海面水温とかっていう話をさっき私一生懸命やってはみたんですけれども、はいはいはい、モテサクさんの資料とか見ていろいろ勉強してみてなんですが、ね、うん、はい、海面水温から大気の温度って、うん、だいたいその海面っていうのはどれぐらいの深さまで影響をして、どこまで見なきゃいけないのかなっていうのをちょっと疑問に思ったんですけど、ね、なるほど、はいはい、それ本当に実は場所によって全然違うし、気象学やってる人も海洋学は知らないのでよく分かんなかったんですよ、うん、だから海面まではとにかく影響してるだろうと、でどこまでの深さが影響してるのかなって、まさしく同じ疑問ですよね。それをみんな悩んでた、うん、気象学者もで僕がなんでこの航海気になったかっていうと、めちゃくちゃ浅いから気にしようにも、その水深 100m しかないから、そこしかもう影響しないじゃないですか、うん、そこだけでもこんだけのことを起こすのかっていう逆の発想で、たった 100m でもこれだけ大気に影響するのかっていうふうに逆に見れるわけですよね。で、深いとどこまで下がんなきゃいけないのっていう今の疑問になると思うんですけど、ああ、そうか、逆、うん、ですよね、うん、だから黒潮とか今すっごい研究盛んなんですけど、どれぐらい大気に影響を及ぼすかとかっていうと、もう季節によっても全然違うし、それもう本当場所によっても日本のすぐ南か沖縄の方か全然違うんですよ。するとそれ結構難しいんですけど、航海って場所はどこまで下がっても結局 100m で終わりなんで、限界がもう決まってるわけですよ、うん、でその 100m だけでもこれだけのことを影響を及ぼしてるよって言えるのが高海高気圧っていう一つの存在なんじゃないかなという見方の方が今は僕はしてるところですね。そこのより簡単なところから入り口に入ってったっていう、あ、はい、そう、簡単っていう意味では、うん、例えば私さっきちょっとこうパンダ先生との説明でですね、はいはいはい、浅い海だから、はい、浅い海でなおかつその、うん、まあ、こちらの位置としてはですね、はい、朝鮮半島とか ね、囲まれちゃったりなんかして、うん、こうガサガサかき混ざるようなこう海流がバーって入ってくるようなところじゃないのかな。あ、はいはい、それはすごい大事ですね。それってちょっとした水たまりじゃねみたいな、ちょっと 100m ぐらいの深度の水たまりみたいな感じで、うん、あ、そのイメージものすごい正しいですね。僕も一番最初に、うん、ほとんどここの水深がどれぐらいかなんてほとんど気にしてなかったんですよ。
小学生誰も気にしないわけですよ、うん、海の深さがどれぐらいかって水温、海面水温までは 見てるんですけど、うん、あんまり気にしなかったんで見た最初見た時びっくりした。 100m しかないってもう琵琶湖とかはそんな感じなんですよ。で、いやでも広いけど深さは 100m で琵琶湖並みとかってことは琵琶湖がこれ1000個並んでるような感じなんですよ、ここに。そうですね。どういうことかっていうと、ちょっと風吹いたらすぐあの例えば冬の北風がピュッと吹いたらもうすぐキンキンに冷えちゃうっていう状態なわけですよね。だからある意味影響も受けやすい海なんですよ。大気からの影響も受けやすい海だし、海からじゃあ逆に出ていく、季節によっては逆に出ていく影響を与える側にその手のひらを返したように性格を変えると、そういう、こう極端なことをやる海なんですよ。だからそれが浅いっていうことが重要なとこかな、うん、それが後悔なんですよね。それがあの大気に分かりやすい形で出てきたのが後悔高気圧っていうのがこの存在ですね、はい、陸地がとてもこう温まりやすくて冷めやすいっていう性質の一方で、はいはい、海というのは温まりにくい、それが陸地に周りを囲まれた状態になって、はい、あまり海流で混ぜられたりしないというような地理的な条件が、うんうん、そうですね、そしてその陸が特に冬になるととても冷えると、はいはい、夏になるとすごく暑くなるということが、うんうん、この浅い海でいろんなことを起こすっていうようなことなんですよね。はいはい、だから普通の海とはちょっと性質が明らかにこの中だけ違うなっていうのはちょっとイメージつきやすいと思うんですよ。そうですね、はい、でその冬の記憶をここだけなんかちょっと引きずっちゃってるわけですね。そっか、冬の記憶をね、はい、そういう見方で今まで海水温の分布図を眺めたことがなかったんですけども、はい、改めてそうして見てみると、うんうん、東海の奥の北海の方がはい、すごい低かったんだ。すごいんですよ、はい、本当に、はい、そしたら沖縄のあたりの温度と大変な温度差があるなっていうのがね、うんうん、気づいたんですよね、はい、もう10度ぐらい差がありますから、うん、この黒潮が25度とかあるんですよね、うん、でこっちの方はもう15度、一番北は15度切りますね、17、8度ぐらいが、うん、あの朝鮮あたり の水温なんですけど、10度近い水温の差が、まあ、そんな 数百キロの間で、うん、一気に変わるわけですね、うん、でそれがこの当然、まあ、大気も影響を受けますよねってその佐々木さんがさっき説明してましたけど、もうまさしくあのことがもう如実に現れるのが5月ぐらいだっていうことですね、うん、梅雨の始めと終わりにっていう、はい、ものすごく影響をするんですよっていうのを、うんうんうん、私、はい、ニコニコ学会のあのドラマの話の中でちょっと聞いたと思うんですけど、梅雨の初めは、はい、あ、なんか私の中でですけど、うん、梅雨の初めをやりゃあったなみたいな感じの、うんうんうん、よく温度コントラストもここだし、はい、っていうのもあるんですけど、終わりっていうのはどういう影響、はい、終わりっていうのは結局彼が姿を消していく時なんですよね、うん、で、結局彼が姿を消すのは海が温まっていっちゃうからですよね。それは多分理解しやすいかなと思うんですけど、だんだんでも最後までこう結構航海の北の方で粘ってるんですけど、粘ってる限りはこの辺を前線が停滞しやすいっていう状況はなかなか変わらないんですけど、最後の粘りが消えてああいなくなったっていう時にもうここに停滞する理由がなくなるんですよ。北から押さえつけるものが誰もいなくなるんで、あ、それ結局梅雨明けじゃないですかっていう話に、ここでは少なくとも九州はもうものすごくはっきり分かります、うん、だからこれ、うん、彼が現れたかっていうのがまず梅雨ですよ、ね、で彼がいなくなってしまったっていうことが梅雨だけですよねっていうのは、まあ、ざっくり言うと言えるんじゃないかという見方をちょっとこれからしたいなっていう感じですね。去っていく時は、うん、はい、今まで梅雨のそのもたらす梅雨前線のこう南北の向きっていうのは、はい、南側の高気圧の勢力にだいぶこう左右されてるっていうのは、はいはいはい、そればっかりが教科書に書かれてる。そうですね、はい、だけどそれともう一つ北側にある高気圧が北上を抑えるような働きもあるんじゃないかということなんですね、はいはい、そうするとこれ梅雨明けまで休まる暇はない
そうですね、沖縄が梅雨入りしてね、まだ1ヶ月ぐらいですけど、本当に黄海のところ、あるいは東シナ海のところに高気圧がパッと現れて、数日間、そして姿がなくなったところとまたスッと現れるっていうことを繰り返していて、なるほど、大変興味深いなと思って。なるほど、そういう見方をしてたんですね、やっぱりね、はい、そのいや、パンダ先生、やっぱりあの実際お話しするとさすがだなと思うのは、休まる暇がないぐらいハマってるんだなっていう、そのね、実感がすごい嬉しいですね。いや、僕も実際最初あれって思った時に同じ気持ちになったんですよ。あれ、全然なんかその今までの見方と世界が違うっていうか、見方が全然違ったわけですよ。この梅雨前線そのものと南側の太平洋高気圧だけをずっと僕も見たんですよ、なんかこっち側が暖かく湿った空気の源をこう連れてくる大事な高気圧だから、実際に降らしてるからここだけ見ますよね、で、まあ、北はもうとにかくどうせいるんでしょっていうなんかこうどうせいるんでしょって感じで扱われてたわけですよ、いやでもおかしいよ、ちょっと待ってよっていうところから、あれ、こいつ実はそのこいつが押し返してない限りは こいつも存在しないよねっていうことを考え出したら、ここも目を離すのおかしな話になりますよね。だから、そこから忙しくなってくるっていうのは、いや、おっしゃる通りなんですよね。でもこっちだけ逆に見てれば、もう僕らはこっちのことはかなり知ってるじゃないですか、ある意味そんなに一生懸命見なくても、ある意味はこう今までの経験で割と分かってるんですよね。ちょっとこっちを見てるだけでも割と自然に見えてくることが多いのかもしれないなっていうのは僕の最近の実感ですけど、はい、この教科書に載っている太平洋高気圧、大塚高気圧は、はい、スケールも大きくて、はい、存在する時間も長いから、はい、すごく注目しやすいんですけど、スケールが少し小さくて、で期間もちょっと短い、でもちょくちょく現れるっていうところがすごく違いがあると思うんですよね。でここに冷たい海があるからっていうことなんですけど、やっぱりその海の冷たさが本当に1日2日ぐらいの間でも地表面 その気圧のバランスに影響を与えてしまうということでいいんでしょうか。なるほど、それね、あの1日2日で影響を与えてるっていう見方よりは、ここがずっと冷たいんだからいつも高気圧になりたがってる、その高気圧がもしこっちからやってきたとしてもですよ、居心地いい場所を提供してるわけですよ、常に。だからもし他からやってきたとしても、あのここに居座るのが一番こう条件としては居心地いいと感じてしまう、そういう条件を提供していて、それを常に提供してるんです。だからある日この日をスタートにして用意どんで1日で高気圧をここにボンって作るわけじゃなくて、ここを常に冷やし続けてるわけですよ。だから高気圧になろうと常にしている状態なので、低気圧も通りますよ、ここも通りますけど、できるだけ低気圧にとっては条件が悪くて、高気圧がいる分には居心地がいいという状況を常に提供してるわけですね。だからここに現れやすいっていうのが、その海の影響っていう意味だと思うんですよ。今まで見てきて、一つの形は大陸の方で高気圧ができて東の方の海の方に出てくるような形、でここで少しまあ勢力が強まったり、前線との間での気圧差が高まったりということがあるのと、もう一つはこの海のところに天気図上現れるときは補助線の200パトパスカルの補助線でぼんやり現れる、そうですね、この2つの形があるなと思ってこれまで見てきたんですけど、本当奥ゆかしい性質、奥ゆかしい、いや、奥ゆかしく見せかけてるんですよね、でもね。そうですね、まあ、なるほど。そのさっきの石垣の話もありましたけど、やること割と派手なんですよね。その九州でも今まで何回か豪雨が起こった時に、あの名前がなかったから注目されてなかったかもしれないですけど、いや、ちょくちょくここにいるんですよ、その今までの有名な豪雨の事例の時に、やっぱりここにいる、あの時もやっぱここにいるっていうのが結構あるんですよね。でやることはだからかなり派手なんだけど、その姿がそんなに派手じゃないっていうところが
その今まで見つかりにくかったところなのかなっていう。本当に見つかりにくかったですね、うん、でもそういうとここそあの注目するって意味があることですよね。だから注目するってしなくても見えちゃうようなものは、あの注目するまでもなく見えちゃってるんですよ。こういうのこそ注目 しないと見えないことかな、うん、でここが僕自身もこれからあの前もう梅雨入りしましたけど、いろんなとこ梅雨入りし始めてますけど、沖縄、九州も梅雨入りしましたよね、うん、で四国もでしたっけ、あの してきましたけど、いや本当にリアルタイムでこの高海高気圧僕を追いかけるの今年初めてですよ。私も初めて で石垣島がとかっていう具体的な事例をもうリアルタイムでちゃんと追いかけることができるっていうのは、でしかも多くの人が知り始めたタイミングでいろんな視点でこういうこの高海高気圧を見た時にどういう性格が見つかるのかっていうのは、僕が一番今こうちょっとドキドキしてるっていうか楽しみな段階なんですね、うん、ってことはじゃあこれこうじゃねえかみたいなのをちょっと本作さんとかにこうバンバン投げていいですね。そうですね、はいはい。いや、あの本当僕が名前つけただけなんですよね。大事大事、うん、いや本当これ大事なんですけど、名前つけないと注目しないっていうそのあのそこにあのそこの世界をちょっと変えただけで、うん、注目した後、本当に実際彼が何をどんな性格を持細かい性格としてどうなのかっていうのはこれからの話なんで、それは毎日注目する予報士の方とかがあの気づくことって絶対僕より多いと思うんですよね。実際その提供情報を提供しようとする相手にがいる人ほどやっぱり細かく見ると思うんで、そういう視点はすごい僕は逆に知りたいな思ってると思うんですよ。だからもう神田先生にこんな質問をしてもらえるっていうのは感激ですよ。感無量です。やっとここに来たっていう。一番の今マイブーム。嬉しいですよね。マイブームですね。見れば見るほどって感じですね。そうですね。はい。やっぱ高気圧にね我々よく注目してきましたよね、神田先生。高気圧っていい顔してて実は結構やらかしてんじゃないかっていう。日本というかわいいイメージ、はいね、大部分、はい、大部分はかわいいイメージ、まあ確かに、はい、うん、ただ足元を見てみるとすねとか蹴飛ばしてんじゃねえかみたいなことにそうだよね、うん、いや本当そうですよ。で 見えにくいけどすごいこう痛めつけられてるところがあるかもしれない、うん、高気圧にあるところがね、うん、面白いですよね。いや特にね、この高気圧の東側で吹く北風っていうのは、うん、はいはい、例えば去年の秋に京都で特別警報が出た時、はいはい、台風が近づいてきましたけど、うんうん、その北西側には高気圧があったわけですよ、うんうんうん、それ京都も地上風は北風で警報が出る、はいはい、特別警報が出るなんてね、豪雨になりましたし、うんうん、大島で降った800ミリの大雨の時も、ね、警報の方が調べてくださいましたけど、地上の風は北風なんですよね。去年の台風26号でしたっけ、ね、そう、うん、まあ、そういうことでやっぱりこの高気圧に注目して梅雨が始まる前から見てきたんですけどね、うん、この辺り その前線を最終的に地上の低気圧に天気図に前線を解析するかどうかなんていうのは、うん、今までも結構難しい作業だったんですけど、そうです、一段と今シーズン難しい、難しい、それ影響もそうですね、そうなんですよ、はい、でも逆にそれを今まで考えずにやってしまったのか、なるほど、まあ、うん、そうですね、じゃあさらに忙しい梅雨になるとまだまだ知りたいことがたくさんありますので、はい、これからもいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、高海高気圧の名付け親スポットライトを当ててくれたモテサクさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。またね、またね。はい、どうもありがとうございます。